ボイスに、ひじぬく、想像を絶するサイコパス刑事に変身、スチールカット公開写真イコール O。CN いじぬくが、サイコパス刑事という想像を超える強烈なキャラクターで、視聴者と会う。いじぬくは OCN オリジナルドラマ、ボイスに、脚本、マジンウォン、演出、イス。4で事件現場を犯人の頭を想定してみるサイコパス刑事とガンウ役を演じる。がっちりした体格、魅力的なビジュアルを持っているが、社会性はゼロの毒舌刑事。であり、一度捕まえると決めた犯人は必ず捕まえる謙虚至上主義者でもある。前回公開された予告映像で、現場だけ見れば、犯人の心が全部見える、とじ。信満々な声で語り、彼が持っている特別な捜査能力に関心が集まっていた。本日、29日、公開された写真からは、犯人の心を貫くような深い眼差し、本音がわからない冷たい表情、そして、スタイリッシュな黒のスーツでこれまでの刑事のイメージとは違った、差別化された雰囲気が感じられる。ボイスに、側は、いじぬくはシーズン2に新しく投入されるとガンウ系。ことを演じるために熱意を見せ、キャラクターに 200% 溶け込んでいる。韓国の捜査ドラマの中で最も強烈な刑事キャラクターの誕生を期待してほしい、と伝えた。捜査ドラマの歴史を塗り替えた名作の復活で熱い関心を受けている、ボイスには、犯罪現場のゴールデン。タイムを死守しようとする112通報センターの隊員たちの熾烈な記録を書く音追撃スリラードラマだ。現在韓国で放送中の Life on Mars の後番組として8月11日午後10時20分に第1話が放送される。